どうも、ゆうたです。以前僕にそっくりな AV 男優が発見されたことにより、僕自身 AV に出演しているのではないかという疑惑が生まれ、ネット上がとても話題になりました。その映像がこちら。はぁふっちょこの男優さん、ニックさんといって、鬼滅の刃のパロディ AV 作品、キツメのオメコ。オメコとは関西でいうマンコのことです。これのコノスケ役を演じられている、とても有名な AV 男優さんです。そんな方が僕なんかに似てると言われて、風評被害に遭ってはいないだろうか。実際僕に対して怒ってはいないだろうか。その真相を確かめるため、本人に来ていただきました。ニックさんです。よろしくお願いします。はい、AV 大のニックです。よろしくお願いします。いやすごい。わざわざ僕と同じパーカー買ってくれたんですか？はい、もうせっかくなんで寄せに行こうかなと思って。いや、ありがとうございます。髪型ももう完全に寄せに行ってますよね。実際結構会ってみて、僕もなんか他人のような気がしないんですよ。そうですね。お兄ちゃんなのか、生き別れの自分なのか。今おいくつですか？今27です。あ、じゃあ僕33なんで、はい、僕3人兄弟なんで、ちょうど弟と同じ年齢なんですよ、ね。そうなんですか？はい。じゃあもう本当にもしかしたら、で弟より似てますもん。ということでですね、まあ、皆さんから見ても結構似てると思うんですけれども、実際その似てるって言われて結構話題になったと思うんですよ。動画にしちゃったのもあって、はい、うん、実際なんか風評被害とかないですか？怒ってないですか？僕に対して全然怒って、むしろこういうネタにしていただいて、まあ、ありがたいなというか、はい、こちらもなんかこう話すネタになるじゃないですか。はいはいはい、はい、もうすごい美味しいというか、美味しいですね。美味しいんですか？美味しいです。え、そのなんか男優さんとしての師匠、うん、仕事の師匠とかにはなってないですかね？師匠にはなってないんですけど、ですけど、はい、女優さんとお会いするたびに、ゆうたさんですよねとか、動画見ましたとか、はい、あとはあの台本とか、あの、まあ、宣材写真があるんですけど、あれをゆゆうたさんの使われたりとか、名前がゆゆうたになってたりとかっていう被害はちょこちょこあります。でもそれはニックさんがそれを良しとするかどうかなんで、あ、全然いい、あ、良しとしてんならじゃあ一切迷惑がかかってないということで、はい、で、僕ちょ聞いたんですけれども、はい、あのさっき動画撮る前に、うん、なんか昨日もその現場でお仕事されてたんですよね、はい、誰としたんでしたっけ？ただいのひろさんです。いや僕もその先日動画でコラボしたんですけど、はい、それはあれですよね、 AV でのコラボ、ね、あ、もちろん、はい、AV でのコラボです。ってことは、まあ、僕は本当にあの多田井さんに指一本触れてないんですけれども、はい、もう濃厚に触れ合ったっていうことですよね。そうですね、できることはほとんどさせていただいたと思います。いや、マジで僕が嫌いになりそうです。マジでしてもらっていいですか？僕が今一番好きな女優さんを、はい、だって言ったってことですもんね、はい、いや、羨ましすぎますよ、本当に。僕今一番好きなんですからね、本当に。なんかそれで僕の話とかになったりしました？あ、なりました、なりました。なんて言ってました、田田井さん？なんかイメージ的にやっぱいいお兄ちゃんとお話はされてました。あ、お兄ちゃんなんですね、はい、でも、まあ、田田井さんと、まあ、お仕事とはいえ、ニックさんと田田井さん、うん、まあ、されたじゃないですか、はい、ってことは、まあ、僕もね、もうしても別にね、顔同じなんだから別にええやろぐらいの気持ちはあるんですけれども、どうなんでしょうか？そうですね、はい、ということで僕ちょっと気になったんですけれども、はい、そういう、まあ、昨日その田田さんとされたということなんですけれども、はい、実際やっぱり女優さんと男優さんがそういう、うん、まあ、共演することによって恋愛感情に発展することってないのかなと思って。ああ、やっぱ、まあ、あるにはありますよね。あるんですか？あります、あります、でもそれってどうなんですか？ AV 的にはやっぱタブーなんですか？タブーですね。やっぱ女優さんもね、はい、事務所に所属されてて、はいはいはい、結構守られてるのもあるんで、はいはいはい、僕らが手出そうもんならいろいろちょっと大変なことにはなりますかね。なるほどですね、はい、もしやるとしたらもう禁断の、うん、まあ、それなりの覚悟を持ってやれば、はい、はい、大丈夫だと思います。もう今後もう男優今後活動を続けられなくてもいいという覚悟を持ってという感じになるんですか？そうですね、それぐらいの覚悟があれば恋愛でもいいのかなとは思います。なるほど、じゃあ僕はあえて男優にならずに、うん、あのもうこの AV 男優さんに似てますよっていう体で多田井さんに近づいた方が、うん、まあ、障壁は少ない。ああ、そうですね、はい、今のその YouTuber っていう立場からちょっとアプローチした方が僕はいいんじゃないかなと思います。なるほどですね、はい、じゃあ僕やっぱり男優にはならないです。でも僕のね、分身であるニックさんが、まあ、AV 業界でかましてくれるんで、はい、まあ、それのね、僕は見入りを受けながら僕は YouTube 活動をね、あの YouTube に行った世界線のユータと AV に行った世界線のユータとして、今後はですね、まあ、両方活躍させていただければいいんじゃないかなと思います。はい、ということですね、本日はありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。